それでは次回11月8日火曜日から放送の番組内容をお知らせします。次回のアイウェーブ松阪は三井高利記念シンポジウム、ドバイで伊勢茶を販売などご覧の内容でお送りします。この後20分からは11月のハッピーバースデー、25分からはハルルクッキング、30分からの特集コーナーは松阪観光プロモーション動画を放送します。次回のアイウェブ松阪もぜひご覧ください。それではこれで失礼します。